ゆっぴーチャンネル。元気ですか？ゆっぴーチャンネルの時間です。さあ、今日ご紹介する物語は西メラ村に伝わる岩永姫物語というお話です。これは神様のお話です。どんな話でしょうね。では早速読んでみます。昔々、大山積みの神という神様に二人の娘がおりました。妹はこの花咲くや姫といい、顔立ちの大変美しい娘でした。姉の岩永姫は二目と見ることができない恐ろしい顔をしていましたが、心の大変美しい娘でした。ある日の夕方、この花咲くや姫が小さな谷川のほとりで春風に散る桜の花びらを浴びながら洗濯をしていると、一人で散歩をしていた天孫ニニギノミコトという神様が通りかかり、姫の姿を見つけました。おお、美しい娘よ。そなたはどなたの娘か、とミコトが聞くと、姫は、私は大山積みの神の娘で、この花咲くや姫と申します、と答えました。国つかみ、大山積みの神の娘、この花咲くや姫と申すか。私は天つかみの孫じゃ。私の妻になってはくれまいか、と言いました。姫は恥ずかしげに目を伏せながら、私はもとより嫌ではございませんが、父のお許しを得たならば参ります、と答えました。巫女は二人の仲人を立てられて、大山積みの神に頼みました。ニニギの巫女の申し入れを聞いた大山積みの神は大変喜び、繁栄の神この花咲くや姫と寿命長久の神岩永姫を一緒に天孫ニニギの巫女へ差し出すことにしました。ところが、岩永姫をご覧になった巫女は大変驚き、じきに大山積みの神へ岩永姫だけをお返しになりました。岩永姫は大変悲しまれました。ある日、姫は父の留守を幸いに、父の宝の鏡を手に取って、そっと自分の顔を映してみました。ところが、鏡に映った我が顔が竜のように醜いことに驚き、その鏡を遠くの山の方へ投げ捨てました。鏡は遥か彼方へ飛んでいきました。その鏡は白身の竜房山頂の大木にかかりました。そしてその鏡は日の光や月の光を受け、夜と昼となく四方を照らしていました。メラ山遠くに光る様子を見られた岩永姫は、あの光は何だろう、我を招くようだ、と心を惹かれ、ついにこの光を頼ってメラ山へお入りになりました。姫は間もなく光のある白身谷へたどり着かれましたが、さらに山を越えて小川へ移り住むことにしました。小川では米を作り、秋になって黄金の穂波を眺めては、よねよしよねよしと笑みをたたえ、村人と楽しい生活を送りました。ところが、長い年月がたち、老年をお迎えになった姫は体の不自由を嘆かれ、小川川の淵に身を投げました。岩永姫のメラ入山を知られた大山積みの神は、
姫を探して小川を訪ねました。しかし姫はすでに亡くなっていたのです。悲しみ落胆した巫女は紗江の深山にたどり着き、そこで亡くなりました。小川の人々は岩永姫と大山積みの神をご祭神として神社を建て、一宮神社と呼んで毎年神楽を奉納し続けてきました。そして今では村人はメラ神社と名を改め、里の守り神として大事に祀っているということじゃげな。と申すかっちん。皆さんいかがでしたか。岩永姫物語、西米良村に伝わるお話でした。それではまた次回ゆっぴーチャンネルでお会いしましょう。